走っています。こうやって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 いないですよね。のたくみコーチです。茨城千葉支部を代表します名古屋コーチです。と茨城ではと筑波校、あとは千葉県では流山校がもう開校している状況なので、ぜひとこのディフェンスやりますので、動きいいなと思いましたらとぜひ来てください。ぜひ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 いきます。はい、何個かありまして、まず一つ目は前の動画でも僕お話ししたんですけど、やっぱ人って走るときおへそこうやって向くじゃないですか。こうやってこうやって走っています。こうやって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 いないですよね。こうやってだからやっぱり人がおへそをこうやって向けるとディフェンスは中に行くんだなっていうのは思いますよね。思いますね。こっからこっちにコピーくって思います。僕もおへそをこっちに向けます。こうですね。僕の質問の答えが違くて、僕がこう言ってと思ったらこう言ってと思いますよね。そうですね。そうですよね。僕はこう足を引くと。ですよね。そう。僕がこう行くと、あとはまあキックウェイと言ってるからまあ行くと思う。だけどここで僕はボールをしっかり引いて逆を取る。でここ引くポイントもう一つありまして、引いてここで触っちゃうと、もしかしたら相手の足が長かったり、まあ、これがもっと距離が近かったりすると。こういってこうやってぶつかっちゃうので、一回ここで自分の前を素通りしてここで触ると幅ができて、例えば自分より体が大きい相手とか、うーん、足の長い人がいても足には当たらない。あとは今ちょっと動画でやらなかったんですけど、もう一つポイント、まあ、できる人がやってもらっていいです。これは引いていた時にもし相手の体が前に出たってなったら、ここで腕を使ってここでブロック、腕を使ってここでブロックしてこういくと、さらに、まあ、体格の大きい人とか、まあ今の小学生が海外の人とやる時もあるのかなっていう時も、まあ技術とかをカバーできると思うので、今言ったようなポイントを参考にして練習してみてください。ナゴムコーチのね、このさっきのディフェンスと、まあ、タクミコーチの、フェイント、あとはこういう技術、あと知識がすごくいいなと思った人はね、グッドボタン、あとナゴムコーチとタクミコーチの、インスタグラムと、あとナゴムコーチの YouTube ですね、 YouTube とか、はい、いろいろ貼っとくんで、もしよかったら見てください。以上です。またね。